はい、皆様どうも、マフロです。はい、今日もアラルレ行ってみましょう。ボイドアーク、慣れないところです。まあここはそんなに難易度高くないはず。出すとね、ちょっとね、変なことに言葉が変なことになっちゃうんですよ。この出した時にやってるやつ固定になっちゃう。だから今だと共通ホットバーで妖精出したから、それで固定されちゃってる。なんか妖精のね、あの専用ホットバー、妖精とか召喚のあれも編集できるようにしてほしいです。もしくは方法があるのか知らないだけなのか。あ、ちなみに今回は学者でございます。学者もね、90にしたいんで。まあ学者自体が召喚が上がったので、ついでに上がったという感じなので。召喚と学者の基本ジョークじゃないわ、なんていうんだったっけ、基本が一緒なのでね、一つを上げるともう一つもレベルだけ上がるんですよね。なので召喚上がって、召喚が80になった時点で学者も80になってたんですけど、一回も触ったことなかったのでさっぱりな状態でした。そしてエーテルクローバー、まあ基本はここはそんな難易度高くないので、とりあえず範囲を避けておけば問題ないです。また巻きつける、あっ別称かな、これ。なんだこれは、俺に突っ込んでくるから、その前にやっつけるってやつだ。バリアだけ貼っときましょう。まあこういうボス戦の時はまあスリップを持ってる人は確実にスリップを欠かさず入れるっていうのを忘れず、デモはよく忘れるんですけど、なので偉そうなことには言えないんですけど。あと FF11 だったらね、敵から離れてるのが基本だったんですけども、あ、なんか落ちたの。14だと離れすぎてしまうと、今みたいに、さっきみたいに、ね、敵範囲、敵の外側範囲っていうのがあるので、ちょっと中間距離でいるように心がけた方がいいかもしれません。近すぎず離れず、離れすぎず。近すぎるとこういうの食らっちゃう。
あんまりここもな当たるところじゃないんで、アラルレで。ちょっと戦闘は嫌だ迷ったらみんなついてきてしまったら申し訳ない。左とか行ったら違うとこ行っちゃうのかな。シアラだから奥かな。この辺だな。とりあえずスリップだけで範囲バリアを張っとく。正面に絶対立たないよ、こいつの最強恐ろしい。ああこっち向いてるな。あこいつは臭い息吐かないタイプか。まだ見てない。さらですけど、ここは60制限でございます。まあレベル見たら分かる。あの辺でもモザイク入れるからね、出したら60かぶっちゃうから。スリップだけ見たいので、基本はみんなの近くにいる。離れるとこの範囲が届かなくなっちゃうからね。 DPS の人もできるだけヒーラーの近くにいるようにしましょうって言いながら、自分もよく違うとこ行っちゃう。ヒーラーの場所のチェックはね、まあ、コントローラーだったら十字キーで、左側のパーティーリストをヒーラーのところに合わせれば、こういう風に丸印が。ははははあれになってる、草花になってる。もうやばいやばい。草生えてる、これ操られてる来ないで犠牲おう、あれどこ行った。向こう側か。届くか。届いた。フェイズ入りました。なんだこれ、なんだこれ、巻き込んじゃいけないやつだ。みんなバラバラになっちゃったな。
この人平か。やってる間に終わってました。まあこいつも範囲さえ気をつけてれば大丈夫です。まあ規制された時は諦めてとしか言いようがないで規制された人からは離れるよぐらいですね。やってない人はバリアには馴染みがないのかな。あの左のパーティーリストの自分のヒットポイント、まあ俺だったら今16,820になってるんですけど、それの左上の方にね黄色いヒットポイントバーの上に、あ今切れた、ちょっと黄色くなってるところがあると思うんですけど、あれがバリアの値ですね。攻撃食らうとあれから減っていって次にヒットポイントが減るという感じなので、バリアがある限りヒットポイント自体は減りません。まあ一応白でも多少のバリアは張れるんですけど、基本は学者と賢者がバリアはメインのヒーラーですね。意外とやらない人にはそこまで馴染みがないかもしれない。みんなここに乗ってるから乗っとこう。絶対近寄りたくないボス。あんなのぶっかけられたくねえぞ。学者はこうやって範囲でバリアを張れるからちょっと楽。適当にバリア張ってなかったらほとんど張ってたヒットポイントほとんど減らないし、まあこの楽なところに限ってです。あくまでですよ。なんかバフが5もついてるな、デバフがやばいのかな。みんなでも同じくらいついてる。あ、減った。あ、ペインなのかこれ。スリップダメージですね。こうね、正面にいるとやばそうなの。範囲か。あ、なんかやばい。生まれてくるだけか。
最初に言ったように俺もここ久しぶりですし、全部は全部覚えておりません。まあ全部は全部覚えてる人ってまれだと思うんだよな。おっと、これは地面にいるとやばいタイプか。おお、何か死にましたね。どこだ、やばいやばい、自分も死ぬパターンだこれ。あーやばいやばい、めっちゃ死んでる。みんなどこ行ったの、動けない。これやばいパターン、ひょっとして。あー魔法封じられてた。あ、これ他全滅してんのこれ。やばいじゃん。エーテルフォームまだ使えないし。とりあえずレイズ取るとこう。あれはないけど、立て直せ立て直せ。あ、どうした。あぶねこいつ。こんなヤバいやつだっけこいつ。みんな戻ってくれるよ。ナイスって褒められちゃった。特別なことはしてないんですが。取り乱しました、左から。余裕かましてた時にあんなことになったかも。そしたら俺何気に食事取ってないんだ。こいつはあれですね、あの石化させてやられて、で石化になると倒されるってやつですね。一撃死。石化にならないように気をつけましょう。反応遅れちゃった。
なんであんなに、あ、ちょっとめっちゃあそこに死んでる。帰らして、あ、女性入った。マックを使ったら、影が外れるのちょっと嫌だな。バリアは全部晴れている。後ろ向きましょう。これで石化させられるんだな。これで攻撃を食らうと死ぬってやつです。このシックルストライカー、あれっすね、そんなに範囲は広くなかったな。後から出てくるやつは恐ろしいほど範囲広いです。こいつはまだそこまでの強さはない。実は別れるだけです。そんなに強くはない。でも向こうから視線が飛んできてる。あ、そうか。マクロ使えないんだ。おお、3つももらえた。 MIP ラッキー。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。